浦和レッズフォワード興梠慎三です。今回の浦ちゃんネクストはエース興梠慎三選手にインタビュー。チームの未来を見据える男が胸に秘めた思いを明かす。まあ、そういうところはやっぱ気を使ってやっていきたいと思うし、まあ、こう背中でね見せれるような選手にはなりたいなと思います。そして浦和レッズ以外の OB 関係者などに話を聞く浦和レッズを語る。今回は元日本代表牧誠一郎さんが登場。やっぱりすごいサポーターの皆さんがいたので、結構なんか人間的にも成長できるような環境のクラブだなとは思ってました。現役時代の印象、そして元同僚についても語る。2013年に浦和レッズへと移籍し、エースとしてチームの勝利に貢献してきた興梠慎三選手。まずは今シーズン結果を残せていないリーグでの戦いについて話を聞いた。まあ、チームとしては、まあ、見ての通りやっぱ順位もね、あの J リーグの順位も、まあ、下の方で、まあ、みんな多分そう思ってると思いますけど、やっぱり納得するシーズンではないと思うし、なんだろう、みんななんか楽しくやってないなっていう感じ、やっぱプレッシャーもありますし、まあ、毎年優勝争いしてたチームですので、まあ、それが今こう残留を争ってるっていう状況においては、まあ、非常にチーム、そしてサポーターの人たちには申し訳ないという気持ちと、まあ、それもあってやっぱり楽しめてないのかなっていう感じはします。レッズ7年目となった今シーズン、チームの中で果たす役割も加入当初とは大きく変化してきた。まあ、あのその時はまだね、阿部ちゃんもいて、阿部ちゃんキャプテンいて、まあ、平さんもいて、まあ、チュンとかもいて、まあ、自分よりか上の選手が、ね、たくさんいる中で、まあ、自分もまずはこの浦和レッズというチームでスタメンをでずっと出るっていうのが自分のノルマだったし、まあ、こう周りにこう目が行くようなまだ状況ではなかったので、まあ今ねこうスタメンの中では俺と周作で今ね一番上ってことで、やっぱりこう周りを見ないといけないと思うし、まあそういう中ではね、まあ自分自身ちょっと変わっていかないといけないのかなっていうのもあるし、まあ今陽介がねこうピッチにまあ頭からこう出ることがねあまりなくなって、自分がキャプテンマークをつけているので、まあ、そういうところはやっぱ気を使ってやっていきたいと思うし、まあ、こう背中でね、見せれるような選手にはなりたいなとは思いますけど。キャプテンマークを巻くことに関して特別なプレッシャーなどはあるのだろうか。特に何も考えてないっていうのが、まあ、自分の中であって、まあ、ただつけてるだけの感覚しかないですね、正直。まあ陽介はまた違って自分がやらないといけないっていうプレッシャーもやっぱりあったと思うし、まあ、それがまたね陽介キャプテンになってからこう負けが続いていく、まあ、あいつ自身もすごいそういう意味ではすごい大きなプレッシャーを感じてやってましたので、まあ、それは近くで僕が見てたので、まあ、そんな背負うことないぞとは、まあ、陽介には言ってたんですけど、僕はまあそういうことは何も考えずに、ただ自分がやらないといけない仕事をやらないといけないっていうだけで、まあ、特に、そういう思いはあんまり、背負ってはなかったですね。8年連続の J1 2桁得点を達成したが、今年で33歳、年齢的な変化などは感じているのだろうか。ものすごく感じてますけどね。例えばまあまあ、その8年連続8シーズン、まあ、ゴールシュートとか見たら多分みんな分かると思いますけど、まだ最初の方とかだったら自分でねこうドリブルで打開してゴールとか、無理な形、無理なこの状況から、ね、無理が効くというか、まあ、そういうゴールとかが結構あったんですけど、
今は何だろう、センターリングでなるべく自分が工夫して中で入って相手を崩して、まあ、ヘディングシュートっていうのがやっぱり多くなってきた形だと思うんですけど、やっぱそういうのしかゴールが最近決めれないなっていう、やっぱ自分で打開してシュートとか、まあ、そういうなんか無理が効かなくなったなっていうのは感じてますけど、まあ、でもシーズンシーズン通して、まあ、自分ができなくなったっていうのはやっぱ受け止めないといけないと思うし、それをまたできるようにするじゃなくて、また新しいのを自分で作り出すっていうのが必要なのかなとは思います。まあ自分でね、こう試合とか練習の中で、あ、こっからここに入ったらディフェンスは嫌だろうなっていうのを考えながらやっていくうちに、ああいうふうに、まあこれが一番自分に向いてるなっていう、でこうどんどんイメージを沸かして、それをやっぱりチームにも伝えないといけないと思うし、まあ、こういうシーンになったら俺はここに動くからここにめがけてくれとか、まあ、そういうのも大切だと思うし、まあ、自分としてはフォアで手を上げて相手ディフェンスが後ろ向いた瞬間に前に入るっていうの、まあ、上げる方もね、こうピンポイントに上げないとやっぱり難しいですし、まあ、本当紙一重ですけど、まあ、それがやっぱり浸透していけば点はね量産できると思いますけど、やっぱ11人でサッカーをするので、やっぱその人の特徴も知っとかないといけないですし、だから最初の頃で橋岡とかがセンタリング上げるときはやっぱり自信持って入れなかった自分がいたんですよね。なんでかというと、あいつ下手だからなかなかいいボールが上がってこない。そこで体力を使うんだったら、まあ、ここはちょっと一呼吸置いてまた次のチャンスの時に動き出そうとか、まあ、最初はそういうのありましたけど、やっぱりでも信じていくうちに、やっぱりあいつも自信ついていいボールも上がってくるようになったし、だからチーム内一人一人の選手を信じるっていうのがやっぱり非常に大切だなって、まあ、最近よく強く思うことですね。まあ、あとは自分がすごい成長したなと思う瞬間は、やっぱり一つのチャンスをこうものにできるようになったっていうのが、自分が成長したかなと。まあ、ミシャの時はね、まあ、1試合にやっぱ5本ぐらいやっぱり決めないといけないなっていうシーンが、まあ、あったので、まあ、1本外しても、まあ、次チャンス来るかなと思ってたんですけど、今だと1つのチャンスをしかないので、1試合に通してやっぱそれをしっかり決めきるっていうのが、まあ、そういう思いかもしれないですけど、まあ、それを1本を決めれるようになったっていうのはやっぱり自分としてすごい成長したかなと思いますけどね。浦和レッズを語る。浦和レッズはどう見られているのか、他のクラブ出身者など外からの視点で存分に語ってもらおう。今回のゲストはジェフ千葉などでプレーし、昨シーズン38歳でユニフォームを脱いだ牧誠一郎さん。日本代表でも活躍したストライカーは、プロ入り前、J リーグ、そして浦和レッズをどう見ていたのか。やっぱり日本のトップのリーグでしたし、まあ、華やかなイメージがあって、まあ、あとは、まあ、レッズさんに関してはやっぱりこう熱心なコアなサポーターがたくさんいるなと。大学3年か4年の時の大学選抜かなんかで何回か練習試合をやったり、まあ、あとはレッズのグラウンドまで行って、まあ、練習試合やったりっていうのはやってましたね。まあ、ユニバーシアードで優勝して、そういうメンバーがプロに入って、まあ、坪井さんなんて1年目から試合に出て活躍されてましたからね。そういうのを見てやっぱり勇気をもらいましたね。プロでやっていこうっていう決意を決めるきっかけにはなったかもしれないですね。それではプロになってからの浦和レッズに対しての印象はどうだろう。そのやっぱりプロに入るまではアマチュアでプレーしてて、まあ、大学生でプレーしてたんですけども、あんまりホームとかアウェーとかその環境によってプレーが左右されることとかはなかったんですよ。で実際にプロに入ってみて、まあ、浦和レッズと戦うっていうと、やっぱりこうピッチの中で起こってる以外のこうファンとかサポーターの皆さん、スタジアムからの圧力っていうのを感じて、あ、これがプロなんだなと思いましたね。無言のプレッシャーじゃないですけども、
はい、プレー以外の部分で影響するんだなと。プレーというか敵と味方以外の部分でその環境、サポーター11人以上の力がスタジアムにあるんだなっていうのを、まあ、感じましたし、それが印象的ですね。ジェフ千葉時代のナディスコカップでは準決勝で浦和レッズを倒し、そのまま優勝している。まあ、そうですね、なんかこうキーになる試合とかレッズさん多かったかもしれないですね。はい、あと僕印象的なのは僕の初ゴールも浦和レッズなんですよ。はい、だったり、まあ、個人的にはどちらかというと相性がいい方だったのかもしれないですけども、でもやっぱりやりづらさありましたね。まあ、ただやっぱりああいう満員のスタジアムでプレーできる機会ってなかなかないじゃないですか。まあ、3万人4万人入ってっていうようなスタジアムでプレーすることはないので、ある意味貴重な経験だなと思いながら割り切ってやってたな。まあ、当時、まあ、オシムさんの時代なんかはよく言われてたのは、やっぱりホームで浦和レッズたくさんのサポーターの中でプレーしなきゃいけないから、まあ、もちろん僕らもプレッシャーを感じるけども、まあ、常に優勝争いをして優勝しなきゃいけないっていう、そういうプレッシャーの下で、あの多くのサポーターの下でプレーするのは僕らよりもプレッシャーがあると、そういう中で戦ってる彼らはなかなかリスクを犯しづらいんじゃないかっていう話をよくされてましたね。むしろ僕らはリスクを犯してどんどん行けばいいじゃないかと。はい、実際そういう試合を展開することが多かったので、はい、やっぱりこう優勝しなきゃいけない、勝たなきゃいけないっていうあのプレッシャーは僕らでは感じることができなかったプレッシャーなんだろうなと、今でもそうですけどもね、があるのかなと思いますね。そしてかつての同僚阿部勇樹選手について、移籍後にはある変化を感じたという。浦和レッズはね、やっぱり常に、まあ、ACL を戦って、まあ、日本のトップを走って、常にやっぱりプレッシャーのにさらされながら勝つことが当たり前、勝たなければいけないっていう、まあ、プレッシャーの中、プレーするってことは、やっぱり選手としてはすごく成長できると思うんですね。まあ、それは僕も見てて感じてましたし、まあ、もう阿部はねそこから浦和に移籍しましたけども、まあ、そういう思いとかもっと成長したいっていう選手としての感情はすごく理解できるなと。まあ、それはもう本人の価値観で、僕は逆に、まあ、ジェフというクラブで共に歩んでいきたいって思ったタイプのね選手だったので、まあ、そういう選択はなかったですけども、それはそれで、まあ、素晴らしいことだと思いますし、まあ、実際にね、レッズに加入して阿部はもう何倍も成長しましたからね。まあ、阿部はね僕の一つ下なんですけど、どちらかというとピッチの中では、まあ、自分がやることをしっかりやるけれども、まあまあ、キャプテンっていうとどこか物足りない、まあ、あまり責任を自分で負いたくないっていうタイプの、多くのものを背負いたくないとか、そういうタイプの選手だったんですね。ただ浦和レッズに行ってからはピッチの中でもすごく、なんていうのかな、責任を負うプレーっていうかが増えて、でピッチ外でもやっぱりこう仲間を鼓舞することだったりとか、チームをまとめるっていうことをやってたので、こういう環境が合ってたんだろうなって思いましたね。うん、牧さんにとって現役時代の浦和レッズとはどんな存在だったのか。僕ら、まあ、ジェフに言いましたけど、ジェフとしてはやっぱりこう倒したいライバルであり、あったし、客観的に一サッカー選手からするとやっぱりこう憧れでもあったし、やっぱりすごいサポーターの皆さんがいたので、こうなんか人間的にも成長できるような環境のクラブだなとは思ってました。特にやっぱり日本の中ではああいうコアなサポーターがいて、でこう勝たなきゃいけないっていう環境がっていうクラブ少ないですしね、もう当時も少なかったですし、はい、貴重なクラブだったと思いますよ、そういう意味では。はい。